Give Love。はい、どうももちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。名古屋大阪遠征までね、まああと3日となったんですけれども、あまり長旅の経験がない私にとって、まあ不安で仕方がないんですけども、まあそれとともにね、乗り物酔いとか、あとは飛行機みたいなこう上がったり下がったりが苦手なもんでですね、まあまあ飛行機には今回乗らないようにはしたんですけど、ただ知ってました？知ってましたというか、新幹線も結構揺れるんですよ。そんなことないだろうって思うかもしれないんですけど、僕らレベルになるともうあれすら怖くて、じゃあ例えばなんだっけな、バスとかってたまにちょっとした段差を上がって降りた時ってグーンって来るじゃないですか。あれが平気な人はいいけど、あれを怖いって感じる人は多分新幹線やばいと思いますね。まあ、そんな人たちに私がまあ今まで対策してきた方法を伝授したいと思います。おめでとうございます。誰も喜ばないかもしれないですけど、じゃあ今日はその上がったり下がったりを軽減する方法っていう話をしたいなと思います。僕はまあそのこの前ね、ラウンドワンっていうなんかいろんなことして遊べるところ、僕がカラオケ行ったんですけど、そこも結構まあなんか階層が多くて、1階から4階か5階ぐらいまであったのかな。でそのエレベーターが結構高速なんですよ。キュイーンって上がっていくから結構怖かったんですよね。エレベーターごときでかって思うかもしれないですけど、いや結構なんか早く動くやつあるじゃないですか、イムズのやつとか天神のね、普通に福岡の人しかわからんかもしれないけど、あれも怖いんですよ。で僕は昔中洲の船に乗って、遊覧船に乗って歌ってた時もあったんですけど、あれも結構波が激しい時って揺れがすごくて怖くて結構悩んでたんですよね。どうしたらいいのかなと思って、で一回その話したことがあったんですけど、あんなんで怖いとか言ったら話にならんみたいなことで、確かになと思いながら誰も僕以外の方は誰もそうは思わなかったみたいですね。でまあちょっと話を本題に戻すと、その船に乗ってる時に思ったんですよ。波って一回上に上がったら、その船がね上に上がったら必ず上の次は下なんですよ。だからそのなんていうのかな、下に降りた時が結構カクンってくるもんだから、歌ってる時にね、上に上がった瞬間に次来るって察知できるわけですよ。その瞬間最初は僕はね、船と一緒の動きをしようと思って、せーのって一緒に下がろうとしたわけですよ。そんな、なんていうの、こう船と動きが一緒だから、なんていうの、ずっとこう平面にいる状態になるのかなと思って、やるようにしたんですけど、むしろ逆で、下がってるものに一緒に下がるから、倍怖かったというか、ダメだったんですよ。で、これはダメだと。さらに泣きそうになるだけだと、まあ、いうことになり。待てよと。逆の発想で行ってみようみたいな感じで。で、そういえば、飛行機に乗ってる時も同じことをやったことがあったな、みたいな。そのですね、重力がかかるというか、結局こう、普通にいるものに対して、ものが乗っているものが、こうなるから、この重力っていうの、まあ、逆だったらこうだけど、その重力に逆らうことができたらいいのかなと思ったから、下がってる時は上がるようにするとかやってみたんですよ。そしたらあんまダメだったんですよねで今のところ僕の中で一番効果があったのは、物と同化する作戦。どういうことかっていうと、
例えば椅子に座ってる飛行機だったらね、だそのあのなんていうの、例えば手はもう椅子をこう持ってこう踏ん張るわけですよ。手はね。で足はなるべくあの前の座席のあの何なんていうのかな、前の座席が壁みたいになってるから、そこに足を思いっきりかけて、で前あこれが足だとしたらこう押すみたいな感じで、手はこうやってこうやってね、もう物と同化すると。そしたらあんまりその揺れを感じなかったわけですよ。これ革命じゃねえかと思って、でそのまあ、船に乗ってる時もそうなんですけど、もうとにかくあの波が激しい日は僕は手で持って歌うの好きだけど、手で持つのやめてましたね。でスタンドにもうはめてて、もう手はもう両手で椅子を持って、で足はもうきり地面のその船の地面を踏んづけてグーってやってましたそしたらね、なんとか耐えれるというか、いやそれでも怖いんですけど、ちょっと軽減する感じが、まあ、しましたね。だからその飛行機にもうどうしても乗らないといけない時はもうそれで乗り切ろうって思ってて、そしたらなんか、まあ、だいぶ昔の話なんですけど、会社僕100円ショップで働いてたんですけど、店長だったので、あの研修に本社に行って社長とお話をしないといけないみたいな日があって、前店長、九州エリアの店長が飛行機で行ったんですけど、この作戦があると思って、前の座席に足をこうね踏ん張ればね、怖くないぞと言ったわけですよ。そしたら僕の座ってる席は一番前だったから、踏ん張る場所がなかった嘘しかもその前には一番前だから、あの綺麗なスチュワーデスさんが2人ぐらい真向かいにいるわけですずっと目が合うみたいなもう怖いけど、怖い顔もできない、でしかも踏ん張る場所もないじゃないですか。もう地獄だった。本当泣きそうでした。もうそのスチュワーデスさんの顔もあんま見たくないというか、その間抜けな顔をね見られないようにしないといけないから、あのまあその時はね、会社がチケットを取ってたからあれだけど、いいですか、この技を使いたい人は真ん前は取らないようにしてください。必ず2番目以降にしてください。じゃないと踏ん張る場所がないから。でもこれ本当にあの離陸の時と着陸の時が一番 G かかると思うんですけど、こうするだけで、ね、全然変わるんで、あのぜひやってみてください。でまあ僕も新幹線なんかね、そのたまに怖いって思う時があるんですよ。あ、すいません、でその時だけはちょっと僕も踏ん張ってね、あのこらえようかなと思います。まあ、やばいやつと思われてもいい。もう僕はね、あのふわってする感じがねどうしても怖いんです。そうなんですよ。なので、まあ、気をつけたいなと、思っています。もしくはなんかいい方法があったらここに書いてください。はい、もうとにかくね、新幹線の方が楽だけどそれだけが不安。思ったより速いの、だからその分揺れるの。以上です。お疲れ、ご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは。